静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。暑君は、あなた。え？なぜ？何？いいかい？なぜ？それは そうか。
20年後。その言葉の意味を理解したのは、随分後になってから。俺がマイラの父親と同じ、イクトモリになってからのことだ。イクトモリは、死者と生者の間を取り持つ、いわば、調停者の役割を担っている。この世と、あの世を行き来し、迷いと救済するのが、イクトモリの仕事だ。ここは鬼人で戦いましょう。カガチ、行ける？問題ない。そっちはマイラに任せる。ありがとう。なあ、もう だが、はあ、ねえ、もう、
されるわ。おい。行くつもりよ。世界を変えるか。敵にとって不利なのはどちらかしら。はっ！
されるわ。世界を変えるか。違いがないか探してみましょう。やあ、俺に続け。断ち切る。やあ、やあ、いつも。されるわ。断ち切る。癒し鋼を使う。回復できれば。俺に続け。されるわ。気が出せる。
くれ。封印を解く。切り込む。断ち切る。やっ、立て直す。これからが本番よ。やれるわ。何かがありそうね。よし。それは鬼人。いや、そんな。何かがありそうね。全てを貫いてみせましょう。覚悟はできているんだろうな。地獄化が大丈夫なの？癒し光を使う。回復できれば。Come on.
たちに魂を込める。俺に続け、勝ち切る。やっ、癒し光を使う。回復できれば。障害は排除するのみだ。悪いけど、戦う限りは容赦しない。さあ、お呼びとあらば。仕掛けます。もらった。立て直す。まだ戦える。私の剣戦ご覧に入れる。やれるわ。さあ押してまいる。頼みます。逃がさん。
刀のサビになりたいのかしら。それに続け。スキル。やっ。他が使えるわ。切り込む。やれるわ。全てを貫いてみせましょう。バルーンをもらった。力を貸してくれ。お任せあれ。仕掛けます。逃がさん。私が未熟でなければ。